なんか以前もあの芦澤さんのお店でね、4人で飲もうみたいなんでやりましたけど、はい、まあ、今回も小籔さんがいないということなんですが、もうそのまま飲んじゃおうという感じです、うん、はい、ゆいまる食堂の新鮮店さんですね、はい、うちのマネージャー、はい、小早川行きつけ、はい、ジョニー屋さんもじゃあ仕事終わり来たりと、なんか小早川が抑えてくれる時はここ、はい、ありがとうございます。すいません、すいません、あ、そうなんや、これタバコ吸えるんですか。いけます。だからやわ、だからやわ、小早川が吉本の社員ってタバコ吸うよな。あ、どうですかね、確かにタバコ吸うで。たまになんか2人ぐらいと吉本製作やったら3人ぐらいいる時あるよ、はい、こっちバーってロケやって、はい、途中ちょっとはいなんかちょっと休憩みたいなのあって、はい、パッて見たら細い路地に3人動く。よいしょ、じゃあ最初にお利用です。はい、どうも、ありがとうございます。どうも、すいません、お邪魔です。あー、おいしい、うん、いや、それこそ僕も店入って必ずテーブルの上見て、うわ、灰皿あるとかめっちゃ思いますもん。それは吸う人にとったらな、はい、うん、だからロケやっててもガラス張りの喫茶店の中灰皿あったら、うわ、ここ吸えるやんとか。そうやな、俺なんか知らんけどたまに朝岡瑠璃子さんとか行くねんけど、すごいっすね。もうめちゃくちゃ吸い張るから、その間に店いつも選んでくれる人いんねんけど、もうそこのお店の味とかそんなんじゃないんだよ。タバコ吸えるかどうか。いや、これほんま結局ね、吸えるとこ探して、まあ、なかなかないですけどね今。タバコ吸えるうまい店みたいな本出たら嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。でも、ね、やっぱりタバコ吸えるとこって潰れんねん。そうなんだ。俺別にタバコ吸ってたし、タバコ横で吸われても何にも思わへんけど、北海道がなんかね、めっちゃうまいとこあるとかで行って、その後にその大将と一緒になんか飲むみたいになったん、はい、ほんなら大将吸うねん、はい、いや、こっちのさ、職人がさ、うん、職人というかうまい寿司を提供することよりも自分のタバコ吸い大欲が勝ってるわけや。俺その人がそんなうまい寿司握れると思われへんなと思ったな。ここもやっぱつくしな。そうですよね、だいぶ匂いつきますよね。つくよな、こんな直でさ、うん、紙タバコやったらなおさら隠し味になってたり。いやもう嫌やわ、もうちょっと嫌やって。タバコタール効いてるね。いやわさび効かしてくれよ。後から来るタールがうまいやな。もちろん。すいません。いやじゃあお通しになってます、はい。ありがとうございます。あ、注文した方がいいっすね。あ、そうですね。大丈夫ですか。ポーク卵と、はい、あの島らっきょう。ポーク卵と、はい、と。でもな、こう見栄え、お店の見栄えもあるから、ね、そうですね、ゴーヤチャンプル、ああ、はい、確かにね、沖縄料理ですね。もうはい、とりあえずそれで、すいません、かしこまりました、ありがとうございます。いい、はい、じゃあ島らっきょうの天ぷらもください。島らっきょう天ぷら、え、島らっきょう頼むけど、それは天ぷらで食べる。島らっきょうやめる、島らっきょうの天ぷらにする。そうですね、はい、でもいいんだ。まあ、いいか、まあ、両方、じゃあ両方だ、はい、こんな、あ、海ぶどうと、はい、お願いします。島らっきょうの天ぷらやめろ。いやいいよ、ええねん、ええねんけど、なんか不思議やなと思う、なんであれ頼んでんのにって、うん、やっぱ思ってまうよね、うん、その、うん、でもそういう生活してきたんやって思うから、うん、ポテトサラダとじゃがバターとか頼むやろ。俺は頼まない。で、またそれと、もっと違う。もっと違う。うん、違うもんあげようか。いや、なんか、いや、いいよ。食べたんやろ。そんなのが余計食ってまうけどな。それこそこの間、沖縄。石垣経由で、表島。え？はい。ロケで。なぁ。ロケで。何のロケよ。大阪でずっとやってる。まあ、ロケ番組ですね、はい、そういう。
その番組の特番みたいなんで行きました。なーそれでもう俺ジュニアさんはもう絶対知ってはると思うんですけど、俺はちょっとびっくりして、なんかじゃあ、まず西表島に行く前、船に乗る前に朝食取りましょうって言って、でそこで、どういうとこかっていうとスーパーやな、あれもうほんまに町のスーパーというかローカルのでスーパーでフライがぶわ置いてて、おにぎりぶわ置いててって店ご存知ですか？違う、俺石垣行ったことない。え宮古ばっかりで石垣行ったことがない意外な偏ってる。いやちゃうねん、森からなんで。え宮古あの満喫するとじゃなくて、その友達がいっぱいいるやん、はい、その宮古の、うんうん、え石垣行ったさいやそんな時間あんねったら来れたやんってなんで、ね、そんなにこっちまで来てるなら何通り越えたさほんまにいやそれは許してよマジで俺奄美大島行った時にもう全員がもうちょっとだったさこんな悲しそうな顔見るのやったらもうやめとこうって思って、じゃあ石垣にしかあれはないんじゃない。いやだからそこでな、そこであのこうまあ言うたらホットコーナーみたいなのがあるんですよ、はいはいはい、フライがそれこそささみのフライだ、はい、なんかハンバーグだみたいな、フライとかコロッケとかハムカツとかこれブワー並んでるんですよ、あの精肉店のお肉みたいな感じで、はい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 、ほな横におにぎりがあるんですよ、うんうん、ジューシーで作ったおにぎりがブワー、はいはい、のり玉がかかったおにぎりブワー、うん、それがあってじゃあ頼みましょう、いや好きなん取ってください言って食べ方があるんですよ。でまあどれでもいいんですけど、ささみのフライとおにぎり1個選ぶんですね、うんうん、でビニール袋があるんですよ、うん、でビニール袋にささみのフライ入れて、うん、でソースとマヨネーズとビヤーかけて、うん、一味パーンかけて、うん、おにぎり上にのせて、うんうん、ギューって握るんですよ、ビニールの中ででっかい寿司みたいなんですよ。おうおうおう、むちゃくちゃうまいんですよ、むっちゃうまかったよな。見た目何してんのこれっていう最初は、うん、でなんか聞いたら忙しい朝も早く来いかなの高校生が、はい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 、もうあれもあれもで、じゃあもう握ったら言うてガッてやって食べたら美味しいって、それが広まってどういうことか分かんないですけどその店の特許取ってんですよ、ね、その申し込み用紙に何を書いたのかよく分かんないんですよなんて書いたの名称なんやねん、はい、名前はね鬼笹、ささみカツとおにぎりをビニールに入れてギュッてする食べ物を特許申請っていうことだと思うんですよ、なんか知らんけど別にスーパーの惣菜コーナーのコロッケでおにぎりで家でビャーでもできると思うんですけど、なんかなんかちゃうやろな、ちゃうやろな、なんかちゃうんですよ。俺だってあれロケで食うてん、うん、ロケで食うて、うん、でロケやってほんで西表島泊まって、うん、で石垣戻ってん、うん、で石垣から次石垣空港、うん、港から、うん、俺もう一回行ったもんスタッフと夜言ってたの、うん、もううますぎて、番組やってんないや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 、なんかええとこ連れてって思って、そうですね、失礼します。ありがとうございます。フォーク卵だ、フォーク卵です。おっくり、はいはい、ありがとうございます。すいません、おいしそう、うわー綺麗、美しいわ、うん、うん、おいしい、好きやわ。沖縄で食べた時と変わらん美味しさやな、うん、でもなんか時間合わせて行こうかっていうのほんま僕最近やってないんですよね、あんまり後輩と、うんうんうん、いやもうやらないとダメですけどね、ほんまにちょっとかまけてるところも。でもなんか誘いにくいもんな、うん、そうっすね、なんかなんやろな、これコロナも相まって時代も終わって、はい、いやそれこそほんま芸人しかないもんな、まあスタッフさん、いやな俺もあんまないな。ジュニアさんなんかいろいろ行ってはるイメージですよ。だって芸人か朝岡瑠璃子か、なんやん極端やな、すごいな。チャンネル登録お願いします。じゃあ島らっきょうの天ぷらもください。島らっきょう頼むけど
スマラッケの天ぷらやめろ。いやいやいいよ。ええねんで。ええねんけど不思議やなと思う。なんであれ頼んでんのにって、うん、やっぱ思ってまう。うん